はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編第26章やっていきたいと思います。ちょっとこちらの戦力もかなりガタガタになってきて、完全少数精鋭部隊ですけど、だいぶ出撃枠が余っちゃってますよね。かといって下級戦士をね出すほどの余力もないんで、まあとりあえず26章、悪逆なんていうのかわからん。ついに白夜王国を手に入れたアンヤ王国だが、それはミカミックスにとって本当の戦いの始まりであった。アンヤの兄弟たちと共に剣を抜き、真の敵に向かって今立ち上がる。戦いはこれからだ。26章に来てようやくか。さてガロン一派を敵に回す感じかな。そうすると、まあ、まずはちょっとマクベスの首を取ろう。これどこ、全然分からん場所が。この先が王の間か。ガロン王様、もう道を拒む者はおりません。白夜王国はもはや我がアンヤ王国のものでございます。ついにこの時が来た。わしはこの時を待っていたのだ。何十年もの間ずっとな。何をしたかったんださあ父上、玉座にお座りください。俺たちも白夜に君臨される父上の姿を早く拝見したいのです。いや待て、お前たちまだ入るな。よいか、わしはこれよりハイドラ神に報告をする。わしがいいというまで誰一人王の間には足を踏み入れるでない。はい、わかりました。これで我こそが白夜、アンヤ、二大王国、いや世界に君臨する王となるのだ。ここに来てちょっとハイドラ神が出てきたな。大体どうやって報告するんだ。このままでは。待とう、ハイドラ神への報告が終わればいずれ王の間に入ることになる。そうすれば玉座に座る父上の姿を見ることができるはずだ。今まで耐えてきた時間に比べれば少しの間待つぐらいなんということはない。そうね、よし。では父上の許しが出るまでしばらくここで待とう。もう戦いは終わったんだ。みんな武器を下ろして。ミカミックス後ろ。誰だ。おお。外れてしまいましたか。何のつもり。マクベス、ミカミックスに攻撃をするなんて、その言葉そっくりお返しいたしましょう。どういうおつもりなのですかミカミックス様。あなたやはり火の花王女を生かしていたのですね。見つかったか。いいですか、あなた方が龍馬王子と戦っておられる間、兵に王城内を捜索させていたのですよ。そうしたらわずかな兵を引き連れて城の裏からこっそり逃げていく火の花王女の姿を確認したそうです。驚かないのですね。ではやはりわざと逃がしたということですか。これは許しがたい裏切り行為ですよ。王命に背くなど万死に値します。あなたにはここで死んでもらいましょう。その言葉そっくり返すぜ。お、マクフェスがいる。そうはさせん。マックス兄さん、そこをどいてください。マックス王子でないとあなたも裏切り者として死罪となってしまいますよ。かまわん、ミカミックスを殺したいのなら私を倒してからにしろ。ただおとなしく倒されてやるつもりは毛頭ないがな。どういうことですか。戦うと言っているのだ、お前と。私はお前たち直属軍のやり方にはもう我慢ならん。たとえ国の方針に背こうとも私はお前に賛同する気はない。もしその考えを改めるというのなら今度こそ私の剣でお前を撃つ。誇り高きアンヤの王子としてな。僕も戦うよ。マクベスの卑劣なやり方は前から気に食わなかったんだ。そいつらを倒すって言うなら僕も喜んで加勢するよ。殺すというのですか。何の罪もない自国の軍を、王の軍師である私を、王族がやっていいことだとは思えませんね。何とでも言え、幸いここには父上の目は届かない。
お前たちは白夜の残党に殺されたことにでもさせてもらおう。なんですって、なんて卑劣な。お前が言うか。卑怯なのはどっちよ。マクベスとガンズはいつもみんなにひどいことするし、ミカミックスお兄ちゃんに嫌なこと言うから嫌い。いつかボッコボコにしてやるってずっと思ってたんだから。そうね。私は別にあなたたちが何をしようと全く興味がないのだけれど、ミカミックスを苦しめる者は殺す、それだけよ。だから覚悟してちょうだいね。エリーゼ様、カミラ様まで。なんだなんだ、俺たちに歯向かおうってのか。面白い。王子王女だか知らねえが、俺たちもお前たちの甘っちょろいやり方は気に食わなかったんだよ。そう。なら戦って決着をつけるしかないわね。やるというのなら私も容赦はしない。暗夜王国側についたこと後悔はしていないけれど、育った国を必要以上に、これも読めない、黙っていられるほど寛容じゃないわ。みんな、そうだな、もう戦うしかない。無駄な殺戮は避けたいとそう思っていたが、こいつらは別だ。初めてだな、こんなに暗夜の王子らしい考えにとらわれるのは。俺はたとえ自国の兵であろうとお前たちを殺してしまいたいとそう思っている。大丈夫だミカミックス、私たちは皆同じ気持ちだ。さあこの軍のリーダーとして私たちに指示を出せ。お前にもう迷いなどないはずだ。ああ全員武器を取れ。無抵抗の民を、これなんていうの本当に、なんとかし卑怯な手ばかりを使うこいつらをこれ以上生かしておくわけにはいかない。今ここで暗夜王直属軍を殲滅する。さて殲滅の前に部の輪から外すか。4人外すのか4人のハンデを負ってるな。その分はちょっとドーピングタイムしましょう。よし、これでいいはずだ。行くぜ、暗夜王直属兵制圧。どこを制圧するの？お、下に攻める感じか。白夜の城って結構高いところにあるんだな。これなんかめっちゃ高いところにあるんだ。雲より上にないか。マクベスだな。エクスカリバーとかいう魔法持ってる。すげえ。宝箱欲しい。とりあえずアシュラが鍵開け持ってるんで、あれ扉開けないといけないの。まずはちょっと壁だな。そうするといや一旦ここに壁役を置いて一気になだれ込む方向で行こう。これはあれだよな、ちゃんと慎重に行かないとまた死者が出るからな。応援とか使えるやつ応援してった方がいいのかな。写し見、よし、とりあえずこれでいいや。多分壁からは狙ってくる。お、なんだ、何かを使われた。わからんが、まあいいや。アシュラの、よしよし、これで一気になだれ込め。まずは、うおー危険だ、弓兵がいる。違う、ドラゴンキラーか。マジか、ドラゴンキラーなんて持ってるやつがいるのか。こいつを早急に始末しなくては。どこまで行ける。ブリュンヒルで、いやリザイアだな。よし、そしてこいつで倒す。さっさと行きなさい。探そう。オッケー、ありがとう。
あとは左のやつをどう倒すかだな。全然届かねえ。ここでこいつをぶん殴って、あとは死の吐息でまたダメージを与えつつ、ほら、カミラも死の吐息を持ってるはずだから、ここだな。確実に倒そう、確実に 100% 槍で。くらえ。いけないか。今日はこいつの射程に入ってるのが危険なんだよな。後ろの方から行くか。マークス。ジグフリートの力見よう。よくやったな。似合わないマークスこの格好で。こいつも無理だな、いけねえな。結構食らうな。18か。先を越されたか。こいつ届くか。いけるな。 63% か。当たってくれれば次の、よし、アクアでサイドをかければ倒せるはずだ。マックス1、2、3、4、5、よし、マックスにしよう。アクア35。違法の王女、なんか変なの覚えたな。ここでよし、チークフリート、その力見せてやる。月光、月光町。あと右のやつは多分もうダメージ食らうのはしょうがない。1回小判か。聖堂の投げなた捨てよっかな。小判ちょっと持っとこう。これなんだ、何をやってるんだ。うおお、バツって動けないってことか。 15×2、 かなりの攻撃を誇るな。やっぱり回復回復、また回復持ってくんの忘れた。夏祭りが11個しかない。こいつ写し見だし。右と左で戦力を分けるか。どうする。モンスターがいるな。こっち、こっちは完全にあれだな、兵士だな。いやー、一旦壁を作ろう。いや、また壁作戦。一気になだれ込んだ方が良さそうだからな。左から一気になだれ込むか。66×2。オッケー。こいつ動けない、しょうがない。主人公はここら辺に置いといて、これ誰だ、アレオンか。こいつ動けないからな。なんか置いてきぼりで死にそうだな。うわー、ちょっと鬱陶しいな。マクベス、ウィークネス、フリーズ、なんかいっぱい持ってんな。あとはこいつでいけないか。カミラ、いやー、しまったな。誰で倒すか。マークス倒すか一回で、アクアでサイドをかけて、よし、一気に左になだれ込む。いくぜ、ほら、くらえ。死の吐息、
ここも扉があるのか。あのゴーレムがな、射程が長いからな。これで死の吐息を使えば問題ないだろう。これでバシュッと誰でも倒せるはずだ。こいつでもゼロがいないのがやっぱり痛いな。勝てると思うな。ほら相手にならねえな。あ、こいつマックスになってたレベル。こいつもマックスになるな。そうすると安心です。モズメ前線に出して主人公もこっち。こいつ動ける。魔法が使えないのか。うお、何をしてくれるんだ。まったく倒せ。無理か。11、そこそこだな。また扉があるけどな。ちょっと開けるべきか。やっぱりおりゃ届かないか。リザイア無双してもらうか。よし行くぜ。超今左の方に真っ赤っかのマークがついてたけど、ほら どうだ。こいつを倒す。なんで城の中にこんなゴーレムがいるんだよ。入らないだろう入ってるけどさ。実際魔の風、いらん。いずれにせよ反撃してくんな、あのゴーレムは。ひねり潰してあげる。やめなさい。よし、ある程度の数は減らしとかないとな。やっぱりいけないか。4だったら大丈夫なはずだ。無駄無駄。くらい。誰が動ける。柱はな、ちょっと防御力に難がありそうだからな。ここの部屋が激戦区になってんな。頼もしいね。よし、レベルアップ。何レベル。18か。復讐はちょっと覚えとこう。どれがいらないかな。魔の数いいや。ほら、これでな、倒せないっていうのがちょっと微妙だよな。ちょっと少しでも回復させとくか。リザイア無双ができるとはいえ、うおー、全然上がらん。これ写し身の方か。うおー、これはなんだ。14の7。マジかいって。大盾が出た。やった、あぶねえ。最小限に抑えられた。よし、あと何回攻撃を食らう。13をあと何回食らえばいいんだ。食らえ。ありがとう。危
険だ。こいつ死ぬ可能性があるぞ。ここをできればかわしてほしい。無理か。おお、危ねえ。こっちを狙ってきた。この死に損ないが。あっぶんねえ。こいつは写し身もあれだよね。大丈夫だよね。まずは回復をさせよう。夏で誰だ、エルフィー。よし、カンナをここに置くか。さあ、ラバだ。やっぱりもう少し戦力を整えてからなだれ込んだ方が良さそうだ。私も頑張るわ。よし、この部屋は片付いたな。この程度なんだ。うわ、マジ何これ。ハンマー。なるほどね、そういうことか。ここら辺のやつらを、うお、動けない。モズメを投入する必要がありそうだ。アクアをここにやって回復させよう。宝箱、おお、これ確か射程3の弓だな。ただ超弱いんだよな。射程3の超弱い弓。お、これ扉一発で倒せんな。なだれ込み要因として。 OK、 ミスった。これはでかい。よし、まずエルフィーでこれを一発でぶっ倒して、あとここら辺のバーサーカーの射程を考慮しつつ、まず最小限のところで抑えよう。結構今多分減ってるからな。こいつのファイヤー来たか。よし、よし、またちょっと戦力を整えよう。一発これ扉ぶん投げとこうかな。2。よし、敵扉壊してこないよね。モズメをこう、でアクアもなるべくサイドをかける位置にいたいからな。主人公もここにいて、エルフィどうしよう。まあ回復させとくか。ここがきついよな。なるべく最小限で倒したいけど、まずバーサーカー部隊だな。こいつすげえな、射程が。この2体の入らないところでいこう。ここら辺でなるべく倒す。そのためにはまずフランネル、お前で倒すしかない。この扉をおりゃー。でちょっと待って、こいつどこに来る。ここか。こいつはここら辺までで倒せれば万々歳ってことね。トマホークだから反撃してこない。よし、強いマジでこいつ。ほら、これで死の吐息でバシュッと。銃はでかい。よし、どうだこれで。こいつもマックスか。最後は全然上がんなかったな。カンナとかってなんかちょっと微妙そうだからな。3
だそうだ。レオン置くか。大丈夫。リザイア。よしよしよし。負けるわけないよ。右どうしよう。制圧しに行くか。そのまま真ん中だけで終わらせるか。わ、結構入ってんな射程に。エルフィーを少し前に出すか。これでなんとかしのいでもらうしかない。この二人一番後ろからだな。頼むぞ、しのいでくれ。うおー、よりによってなんか変なの食らった。87%。 いや、リザイアが当たれば問題ないはずだ。ほら、オッケー、ほぼほぼ回復できたな。結局1で済んだ。これで15だろ。大丈夫だな。なんだかんだでレオン全回復。よし、17-6、大丈夫だな。どっちがかわせんだろうこれ。見てー、見てー、くらった。うお、来た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 。ここはもう完全に勝負どこだな。こいつ動けないからとりあえず攻撃で、あれハゲハゲ倒せる。さらばだハゲ。王子王女が率いてる軍だから下手に出てやったが、そのすかした面をぶちのめしたいと思ってたんだよ。このガンズ将軍の力の前にひれ伏すがいい。お前はいつ将軍になった、ハゲ。さらばだ。弱かったな。俺が敗れた。バカな、こんなことが。俺は手柄を立てて一国の王に。お前は王になりたかったのか。銃剣、銃剣って何。守備マイナス1か。速さ足す3。でも速さ足す3は結構いいな。どうしよう。これ正立てなんか役に立つからな。いやー、これだな。いらない。これでバシュッと OK。 あとはちょっと後ろのやつからつついてこう。大丈夫、倒せる。このターンでこいつら全て排除したい。よしよしよし、後ろから行こう。後ろから同じやつがいる。死ぬのは怖いさ。写し身いいな、強い。エリーゼはちょっと回復のために取っとくから。うおー半端ないぞこれは。どういうことだ。うわ、 72% 食らうのか。でも00だな。私がいる。おりゃ、無駄無駄。硬いねー。で、死の問い気持ち、死の問い気持ちでここにいれば、え、残るのかよ。みんなにダメージが当たるだろう。よし、22。剣殺し。剣なんているか。おーら、いいね。あと誰だっけ。マークスも確か持ってるんだよね。ここだな。そうするとこれでもうだいぶみんな弱くなるだろう。左の兵士も死にそうだ。ほら、決まった。よし、ヒットポイント満タンのやつを倒しつつダメージを与える。いいね。これどうしよう。もう左とか攻め入れたくないんだけど。ここにいてこうだな。来たか。このままマクベスを倒したいけど
右にも宝箱があったからな。ガル変身。オーラーレベルアップ。こいつちょっと遅れてるっぽいぞ。そういえばそうだよな、12だもんな。途中から鍛え始めたからな。カンナちゃんもちょっと遅れてるから、ほいっと、ごめんね。レベルアップ。こいつもそろそろ限界が来そうだ。弓殺しかー、いらない。くらえ。オッケー。とりあえずエリゼで回復させないとな。まずいまずい。カミラ主人公も若干減ってるっちゃ減ってるな。レオン、右っ側どうしよう。レオンの魔法防御はどれだけあるかな。32か、結構いいな。33になったし、これで。うお、いっぱいいる。これ気になるけどな、どうすっかな。安全性を取っていくか、悩みどころだ。エリーゼの夏祭りもだいぶ減ってきたな。これ次補給し忘れたらかなり危険だもんな。いやー、これなだれ込めば絶対こいつ倒せるからな。危険は犯さない方向でいくか。てかこれ減ってねえじゃん。杖の使用回数、宝箱3つでしょ。だってマジで2つは完全に開けられるとして、1ターンしょうがねえな攻撃からの。エクスカリバーってなんだよ、ちょっと見てみよう。飛行特攻、追撃しやすくされやすい。マジかよー。飛行特攻ってことは飛行部隊をちょっと左右に、こっちすぐなだれ込めるようにここに置いて宝箱を早急に開けてこう。で、モズメで、マクベスを相手しよう。で、射程2から扉をぶっ壊すから、1回ぶん殴っといて、リーゼで。主人公も、レオンも、で、マークス。ここら辺でいいかな。こいつ、魔法に弱そうだからな。で、どうする。こいつここに置いとくか。これで、いや待て待て待て、なだれ込めるように一応陣形だけは整えておくか。こいつら危険だからここにいようと。 OK、 よし。一番役立たないやつを狙ってきてくれた。エリーゼでぶっ壊すでしょ。もうどうせ一ターンで蹴りをつけたいから、宝箱、おー金だ。でここで開けてビフレスト。何ビフレストって。最後にロストした仲間を復活、すげえいい。でも今 S だったぞ。2レベル、2レベル S のやつなんていたっけ。これで開けて天使の衣、まあいいや。よし完璧だ。右の宝箱ちょっとしょうがない。モズメちゃん、え、何黄色って。生き残れれば、あ、余裕で倒せる。マクベス最後主人公でなんとかしたいな。あ、倒せるな。マクベス弱え。本当に大丈夫か。一応縁をつけよう。よし、お前の首をもらい受ける。来たのですね、ミカミックス様。この私に殺されに。殺されるのはお前の方だ、マクベス。怖いですね。ですが簡単には殺せませんよ。私はアンヤ王国一の軍師なのですから。そうそう、メイドの土産に教えて差し上げましょう。
リリスを殺したノスフェラトゥをこの私が差し抜けたのですよ。だってそれだけではございません。あなた方がマカラスにいることも、白夜王国軍にリークしたのも、龍馬王子を殺すよう進言したのも、すべて私の仕業でございます。いかがでしたか、私の与える嘆きの味は。許さない。マクベス、お前は、お前だけはここで終わらせてやる。幽閉されていた王子が勇ましくなったものです。王はあなたを殺さぬよう苦しめろとおっしゃいましたが、私はもうそれだけでは満足ができないのですよ。あなたを殺してこそ私の策は完成する。今ここで死ね、ミカミックス。ベラ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 と。よく喋るやつだ。見てー、危ねー。クリティカル出てたら死んでたな。必殺 19% だからな。グハ、嘘でしょ、私が負けるなんて。ガロン王様、お助けを。お前に救いの道はない。魔力封じ、今さらエクスカリバーゲット。あ、そうだ、制圧しないといけないんだ。じゃあレオンで制圧する。待って、制圧、いやー宝箱気になるけど、この軍隊絶対死亡者出るよ。やめとこ、安全を取っていこう。もう制圧しよう。死にたくない。終わりだ。マクベス、せめて一撃で送ってやろう。助けてください。メガミックス様。私たち直属軍はガロン王の指示通りに動いていただけなのですよ。私たちのやり方が気に入らないなら、ガロン王を倒せばいいじゃないですか。そうです。私は悪くない。何も悪くないのです。なのに私が殺されるなんておかしいではありませんか。そうだな。お前はどこまで。レオン様、聡明なあなた様なら分かってくださいますよね。どうかお助けを、どうかご慈悲を。私を殺すなど筋違いだと軍の皆様におっしゃってください。目障りだね。お前のようなものにかけてやる慈悲などない。卑怯者は我がアンヤ王国の恥さらしだ。せめて最後くらい潔く死ね。レモン様、まさか。卑劣な愚か者め、チリになるがいい。殴ったぞ、魔法使えよ。レオン、手を煩わせたな。どうってことないね。これぐらい厄介払いができてせいせいするよ。さすがレオン。お兄ちゃんナイスこれでミカミックスを苦しめる者はいなくなったわね。ああ、これで本当に私たちの戦いは終わったんだね、ミカミックス。ああ、みんな一つ聞いてほしいことがあるんだ。どうした、ミカミックス。ああ、この戦争はまだ終わってはいない。俺たちには最後に倒さなければいけない相手がいる。何、その相手とはもしや先ほど逃がした火の花王女のことか。いや、何言ってんだお前全然違えよその相手は俺たちのよく知る人物、アンヤ王ガロンだ。父上を、そんな、お父様を殺せというの、私たちに。ミカミックスお兄ちゃん、なんてことを言うの。まさか、お前今さら白夜王国に寝返ったなどというわけではないだろうな。だからお前はさっきから何見当違いなことばっか言ってんだ。俺は白夜に寝返ったわけではない。もし寝返るのならまだ白夜に勝機があった時にしているさ。俺がそうしなかったのは、多くの民を、リリスを、龍馬兄さんを、そして自分の気持ちを犠牲にしてまでここまで戦ってきたのは、みんなに真実を伝えたかったからだ。真実？父上は、アンヤ王ガロンは、もはや人間ではない。今の彼は何者かの手によって生かされている化け物なんだ。倒す以外に救う道はもう残されていない。何をバカなことを。俺は本気だ。信じられないかもしれないが、これは本当のことなんだ。俺は今からそれを証明してみせる。どうか俺を信じて、みんなの目で確かめてほしい。扉の向こうにあるガロン王の真実を。いいか、みんな俺についてきてくれ。行くぞアクア。ええ、お、これでもう真実を暴く前に26勝。まあなんとかなりましたね。ちょっと右の宝箱を取らずに、来ちゃいましたけれども、では
第26章はこれで終了したいと思います。